はい、こんにちは。東大合格空気用にの時田きたひろみです。今回は中学的テスト対策シリーズの国語、ちょっと立ち止まってについて解説していきたいと思います。いきましょう。皆さんね、国語のテスト勉強ってどういう風にやるのよくわかんない、どうしよう。みたいな感じにな、ねえー、ってるい人いっぱいいるかなと思いますので、こちらの動画で、えー、どういう風にね、 答えていけばいいのか、どういうふうに読み取るのか、書くのかみたいなポイントをね、えー、解説していきますので、最後までぜひ見てくださいね。他の、えー、科目のね、英語、数学、理科、社会に関しても、えー、概要欄の方から飛べるように、えー、見れるようになってますので、そちらもぜひ見てください。はい、早速問題やっていきましょう。 教科書ね、えー、横に置いて、えー、この動画をね合わせて見ていきましょうで、えー、解説聞く前にこういうふうな答えになるんじゃないかなってね一回考えてみてから進めていきましょう、はい、では1番「2種類の絵」とありますがそれぞれ何でしょうかって、まあ、問題です、はい えー、この中でね2種類ののの絵っていうのがありますこの図から2種類の絵を見て撮ることができるはずだっていうふうに書いてます。2種類ってことは、こういう絵っていうのと、こういう絵っていうふうに書いてます。今、ポイント、えーと、ここね、見ればっていうふうに書いてるので、この見ればって部分に注目しましょう。で、テストの問題っていうのは、あの小学生とね、ちょっと違って、中学生の問題になってくると、言い換えることが結構あるんですよね。 どういうことかって言ったら今「見れば」って書いてますが「見れば」っていう言葉が書いてるか書いてないか分かんないですよねで「見れば」っていうのは「見ると」とかね「えー、見てみると」とか「見たら」とかまあそういうふうな言い方ですよねなので「見る」っていう、えー、ところがちょっとポイントになってくるんですがその後にねこういうふうに書いてます白い部分を中心に「見ると」っていうふうに書いて、はいえー、こういうふうに「見れば」と同じ言い方ですよね、はい、こういうふうに言い換えてるので えー、ここに合わせれば、えー、っと白い部分を中心に見ると中心に見れば、はい、こういうふうに、ね、言い換えてんだなってことに気付いてください。えー、そうすると優勝カップなんかの大会でね優勝したんですかね。優勝カップ のような形をしたツボ形をしたツボこれが一つ目で、えー、2つ目はえー、っとこのあと見てみましょうねはい壺がくっきりと浮かび上がるこの時黒い部分はバックにすぎない今度は逆に黒い部分に注目してみるとはいここも えー、その後ねすると向き合ってる2人の、えー、顔の影が見えてきて白い部分はバックになってしまうっていうふうに、えー、言ってますねつまり今度は黒い部分に黒い部分を中心に見ると黒い部分を中心に見れば、えー、向き合ってる2人の影 合っている2人の顔の顔影っていうことがわかります。いいでしょうか。こんなふうに、えー、そのままあこうね映して OK っていう場合もあればちょっとだけ言い換えられてる部分があるんでそこをね え間違えないようにあそういうふうに問題って出るんだっていうのを知って、えー、テストにね是非、えー、臨んでくださいでは続いてこの図とありますがこの図っていうのは何でしょうかと言うんですが、えー、これ段落で言ったら二段落のところでこの図の場合のこの図っていうふうに書いてます、はい、この図っていうのは、えー、このって言ったら前に述べている何かしら図 なわけですよねでこの図っていうのは最初に言った上の図はルビンのツボと題されたものであるっていうふうに説明が書いてます。はいいいですかなのでここはルビンのツボって答えます。これの、ね、ルビンのツボつまりこの図って書いてたらその前に述べられて説明されている 図って何でしょうかっていうのを見てみたらこのルビンの壺についてこういう2種類の絵のね見方があるんだよって説明していてこの図って言ってるのでルビンの壺っていうふうに答えます。いいでしょうか。はいえー、続いて3番「何々に過ぎない」とありますがこれの意味は何でしょうって あ,あいうことなんです、はい、こういうふうに意味を答えたりとか、えー、選択肢の中から、えー、と同じ意味で使ってる表現ってどれでしょうみたいな問題が出てきたりします、えー、それに答えるためにはまずはちゃんと意味を答えられるっていうのとあと自分で例文答えられるようにしといてねテストの定期テストの中で新しい傾向ではこういう例文を答えるみたいな問題も結構出てきますはいないないに過ぎないっていうのはただそれだけとかそれ以上でもないって感じですただそれだけ だけでそれ以上ではないっていう意味がこのないに過ぎないってことなのねじゃあ例えばどういう例文があるかって言ったらスマホはねスマートフォンねまあスマホで見てくれてるかなパソコンで見てくれてるかもしれないねスマホはえ道具にすぎない でスマホは何でもしてくれるわけじゃなくて、えー、自分がこのスマホっていう道具を使って、まあ、YouTube 見て勉強するとか、えー、趣味をね、えー、自分の趣味を調べてみるとか、えー、ゲームする遊んでみるとか、まあ、そういう感じですねただの道具に過ぎませんって、まあ、いうような感じ、えー、道具ただそれだけなんだよってこと。 じゃあ4番目このようなこととは何かその内容を表す1分の始めと終わりの5字を答えなさいでここで、えー、この後ろにね句読点を、えー、含めますとか含めませんとかいうふうに書いてるので今回は含めるとして、えー、考えてみましょう句読、えー、点というのは点とか丸のことねはいで えっとこのようなことっていうのがどこを書いてるかっていうとこれ3段落目の、ね、一番最初このようなことはって書いてます段落の一番最初にこのようなって書いてるってことはその前の段落で説明されたことですこのようなことは日常の生活の中でもよく経験するって書いてますということは経験できるものこのようなことっていうのは前の段落で、えー、経験できるようなことってことですねじゃあ前の段落の文章を見てみると,、えーっと これ一文しかないんですよねこの図の場合ツボを中心に見ているときは見えているはずの2人の顔が見えなくなり2人の顔を中心に見ると一周のうちに目からツボの絵が消え去ってしまうんだっていうふうに言っています、はいえー。っていうようなこれってこういうことがあるんだっていうのは経験できることなのでここの部分なわけです。いいでしょうか。はいえー、そうするとこの図の場。ば。 この図の場合の場この図の場これ5文字ねで最後が「えー、うしまう」なんだけど丸から書こうね句読点だからね「うましまうね」ねであと1文字だから「て」てしまうってこといいでしょうかこんなふうにね、えー、解いていきますいいでしょうかはい5番目はその少女に引き付けられるとあるがこれと同じ意味の部分を文章中から抜き、えー、書き抜きなさいっていう問題です はい、目をその少女に引きつけられる目をその少女に引きつけられるってねどういうことかって言ったらねなんか見てしまうみたいな、はあ「みたいな感じで見てしまうってうことですよね。はい、で、えー、これと同じ意味っていうってうことは、えー、と言い換えるととか、えー、と同じように少女について何かしら説明したりとか「見る」とか「注目する」みたいな表現が使われてる部分ないかなっていうのを見ていきます。 そうすると、その後見ていきましょう。すると、ああ、この時、橋や池など周辺のものはすべて単なる背景になってしまう。カメラで言えば、あっという間に、これ、カメラで言えばって、これさ、先ほどの言い換えの部分なんだよね。カメラで言えばってことは、これ、言い換えの部分だから、この先に書いてある可能性が高い。見てみると、あっという間にピントが少女に合わされてしまうのである。ね。合わせられてしまうのである。 いいうふうふに書いてますピントがさっきね注目するとかそっちに目をやるみたいな感じなんですがこれの部分が同じ意味になりますつまりピントが少女に、えー、合わせられてしまうはいここの部分ですねはいよい,いしょか はいじゃあ6番「ルビンの壺橋の向こうから一人の少女がやってくる」の例で説明されていることとは何でしょうかってルビンの壺っていうのはさ、えー、こうどこを中心にしてみたらなんか見え方が変わるかみたいな話で黒い部分はバックに過ぎないとか白い部分はバックになってしまうでこのバックっていうのはこれ背景って意味だよね。で、えー、これ見てみるとこの少女の方っていうのもあの同じく、えー、背景がどうこうみたいな話をしてくれてるんですね。 かりますかつまり一つの何かしらのものを中心に見てると他のものがバックになってしまうとか背景になってしまうってことなんですよね、はい。だから、えー、一つのものを中心に、えー、見ると注目してみるととかね中心に、えー、見るとその他のものが ものが背景になるるととかかバックになるとかねなねってしまうことここね結構共通点なんだけど分かりにくい部分ですよねさっきのバックと背景というのがこう言い換えられてるっていうのがあるのでこれもテストでね、えー、出るかもしれませんあこういう言い換えができるなとかあそういうの見つけたらぜ,ぜひねチェックしておいてほしいなと思います。 はいい続て7番思いがけない一面ととは何ででしょうかというかいいい問題です思いがけない一面って、えー、これねどこに書いてるかっていうとあれえー、っと思いいがけな一面えっと次の段のか見るという働きには思いがけない一面が、えー、ありますっていうねふに言ってます。はいでこれ見るという働きには思いがけない一面があります。 っていうのはこれって前に書いてると思うその後に書いてると思うこれって今から説明するねって感じで思いがけないことがあったんですなんか言いそうみたいな感じでしょだとしたらその後に書いてる可能性が高いのでこの言い方はねいいかなえー、すると一瞬のうちに中心に見るものを決めたりそれを変えたりすることができるのであるっていう風に書いてるはいつまり、えー、見るとね中心に見るものを決めたりそれを変えたりすることができるよということ が思いがけないこれ一面のね、えー、話になっています。はい。つまり中心に見るものを、えー、を決めたり、まあ見る見るときにねこれを中心のものにしようとして見るみたいなね決めたり。 それをその中心に見るものを変えたりとかねそれを変えたりすることができる。これを改めて見てみたらとかね考えてみると思いがけないよねって。 ね、えこれ絶対にねあのー、なんか優勝カップじゃんっていう風に見えたりするけどそれ中心に変えたらあなんか2人のなんか2人の加減やったみたいなでそういうのを、えー、改めて見てみると思いがけないよねって感じで書いてるわけですね。だけどポイントとしては、えー、思いがけない一面があるんです。って言ったらその後に書いてそうだねって。 こう,こうすることができるんだっていう事実だったりえこういうような話があるんだよって説明が書いてるんでそこの部分を書くこれがね国語で答え方になってきますでは8番別の絵を見ることは難しいとありますが別の絵を見るっていうのはどういうことでしょうかっていうもんですでえこれ別の絵をえと見ることができますよって話がねえ書いてあるのがえっと 別の絵を見ることができます。あれどこだろう別の絵、別の絵。をどこかに行った。ちょっと待ってくださいね。うーんと、別の絵。あ。はい。えー、少々お待ちください。<laughs> 別の絵ってどこに書いてんだろうここね、ちょっとあのー、後で飛ばしてくださいね。 えっとあった誰でも一目見て即座に何かの絵と見ているはずだがそうすると別の絵と見ることはあ難しいんだ。はい、つまり、まあ、ここで言っていることっていうのはその、えー、っと今条件がね書いてましたよね。誰でも一目見て即座に何かの絵と見ているはずだがあこれこういう絵でしょみたいな、まあ、さっきの、えー、優勝カップの絵でしょみたいな感じで、えー、見てしまうと。 あの別の絵と見ることは難しいっていうことを言っているわけなのでじゃあこれどういうふうにすればいいのかって言ったら今見ているものっていうのがどういうものなのかね、えー、こう優勝カップだなみたいなのあるんだけどそこから抜け出さないといけないわけですよねじゃあそれあの、えー、どうするのかって言ったらその後見ていきましょう。 若い女性の絵だと思った人にはおばあさんの絵は簡単には見えてこない。これはさっきですよね。何かを見て、そうすると別に見ることは難しいのをもう一回言い換えをしているわけです、はい。だから言い換えだったらここね。で、その後おばあさんの絵と見るためには、要は別の絵として見るためにはってこうやり方が今から書いてるってことなのね。 見るためには、とりあえず今見えている若い女性の絵を意識して捨てさなければならないんだよっていうこと。はい、今、まあ、おばあさんの絵っていうものだけ捉えるんではなくて、今、まあ、見ている、はい、つまり、えー、見ている絵、これね、絵がどういうものなのか。はいえー、見ている、あ、ものにしようか、絵だけじゃないからね。見ているもの えー、をあ意識的に捨て去る意識して、えー、そのえー、っとよいしょ、えー、意識して捨て去るつまりこれは優勝カップだっていう意識をこうあ意識して 捨て去って、もう一回見るみたいな、そういう作業が必要だよってことね。意識して捨て去ること。ことはい、これですね。はい。えー、続いて、一瞬のうちにっていうこういう表現があ,あります。一瞬のうちにっていう表現ね。えー、っと、これはね、うんと、一瞬のうちに。 あったえっ、ー、とこの図の場合ツボを中心に見てる時はの段落があると思うんですが2段落目ね、えー、それの後半の文章で2人の顔を中心に見ると一瞬のうちにっていうふうに書いてますそれの同じ意味まあ言い換えの部分は何がありますかっていうものなんですがこれはですねえー、っと一瞬ってのはすぐにとかえー、っと本当にわずかな合間にとかそういうことですよねでえー それでいくとうんと一瞬のうちに、まあ、その後も書いてるのか一瞬のうちにってねえー、っと中心一瞬あありましたね誰でも一目見て即座にっていうのがあります即座にも一瞬にと一緒ですすぐにってことねはいってことでした いいでしょうかじゃあ10番いきましょうもう一つの絵っていうのがありますがもう一つの絵って何ですかっていうことなんですがえー、っとこれももう一つの絵がどこに描いてるのかっていうのを見てみるとえー、っともう一つ、ね、あった左の図を見てみよう化粧台の前に座っている女性の絵が見えるであろうって書いてる段落ね、えー、その次えー、っとところがこの図ももう一つの絵を隠し持っていますみたいに書いてます。 消し棚の前でね何かやってる女性がいるんだけど目を遠ざけてみよう、うん、距離をね離してみるっていうか話を言ってる。するとたちまちのうちにこの図はドクロを描いた絵に変わってしまうんだーって書いてるつまりもう一つの絵っていうのはこのドクロの絵ということですね。ドドククロロの絵ドクロを描いた絵 ということです。はい、えー、で、その後またね。他の見方っていう風にありますが、えー、そのえー、っと他の見方っていうのは何でしょうか？これ、最後の段落かな？えー、っとものを見る時にはちょっと立ち止まって、他の見方を試してみてはどうだろうか？っていう風に書いてます。他の見方ってね、えー、先ほど書いてたあの書き方とか。まあさっきのね。あの距離離すみたいな話なんですが、その後ね、えー、まとめて書いてます。実は。 中心に見るものを変えたり見る時の距離を変えたりすればその他のあそのものの他の面に気付けるよっていうふうに書いてるよね。っていうことは他の見方っていうのはここの部分2ポイントですね。はい。こういうふうにどういうやり方があるのかっていうのをね端的に書いてる部分がありますのでちゃんとまとめておきましょう。そうすると中心に、えー、見るものを変える。 それから他のあ違うえっ、ー、と見るきの距離を変えるはい見るときの距離を変えること。 はい、そしてこの二番見る時の距離を変えるっていう方法で見方が変わるものは何ですかっていうものなんですが一つは先ほどやった、えー、最後の図ですね最後の図あのドクロとか書いてたやつね、はい、これはあの距離離してやるやつ、えー、と他の2つはあの、えー、と中心にあるものを、えー、変えるっていうやつでしたね2つはね、はい、その違いがあるからしっかり押さえておこう で、それから、えー、っと、その前の、最後から2番目のね、段落。このことは何も絵に限ったことではない。遠くから見れば、秀麗な富士山もち近づくにつれて、岩石の露出した、あのちゃんとね、えー、それがあらわになるってことね、露出ってうのは。うん。荒々しい姿に変わるんだってこと言ってるんで、これ富士山のこと。はい。それから、 えと遠くから見れば綺麗なビルも近づいてみるとひび割れてすすけた壁面のベールだったりするんだ。まあビルですね。で遠くから見たらわあなんか素敵なビルみたいな感じだけど近くで見たらえなんかすひび割れてなんかああもうなんか気持ち悪いみたいな感じになっちゃったり、ね、<laughs> するよってことです。で12番 筆者が考える私たちがしてしまいやすい問題点は何でしょうか私たちがしてしまいやすいっていうこの言い方ねしてしまいやすいっていうのも言い換えられてるかもしれません。何年しがちとか何年してしまう可能性があるとかね、えー、こういうふうに、えー、や,あのやりがちだみたいな言い方なんですがそれがね、えー、最後の段落のとこに関て ってます私たちは一目見た時の印象に縛られ一面のみを捉えてそのもののすべてを知ったように思いがちである思いがちであるここね知ってしまいやすいっていうのを言い換えられてるんでここの部分を書けばいいっていうことですいいでしょうか、えー、そうするとえー、一目見た時の一目見た時の 印象に縛られて、えー、一面のみを見てすべてを、えー、分かった知った思い込んでしまうこと。 まあそこの部分が、あのー、そのままね、えー、書いてもいいかもしれないし少し短く書くんだったら、えー、こういうふうにね書いてみるといいかなと思います。最後、筆者が最も伝えたいことは何でしょうかって話なんですがこれね、えー、大事なことがあります。それ何かっていうと,、えー、と文章のね国語の文章とか、まあ、英語でもそうなんですが「しかし」っていう部分はですねその後に今から大事なこと言うよっていう合図なんです。はい、つまりここから先が大事 えね、思いがちである。しかし、つまりここからあとね、一つの図であ、図でも風景でも見方によって見えてくるものが違うんだ。まあ違うしか言ってないけど、その後そこで、物を見るときには、ちょっと立ち止まって、他の見方を試してみてはどうだろうか、提案してますね。で、最後、中心に見るものを変えたり、見るときの距離を変えたりすれば、その他のの、そのものの他の目に気づき、えー、新しい発見の驚きや喜びをあわじ合うことができるだろうっていうふうに提案してるわけで こ,こ,言いたいこの「しかし」の後のここの文章が一番、えー、言いたいことだよってことなんでこれをまとめましょうつまり、えー、これねえっと他の見方をしてそのものの他のそのものの 他の面に気づき新しい発見の驚き、えー、や えー、喜びを味わうことができること。はい。ということでした。いいでしょうか。はい。結構ね、えー、苦戦する部分もあったかもしれませんが、一回でね、マスターしな,ければあーしなくていいので、えー、何度もね、この動画を見ながら、 えー、教科書をね見てここはこういう意味だよねとかあここが言い換えだよねみたいなことを、えー、しっかり準備してからテストにぜひ望んでくださいはいそれでは、えー、この動画は、ねえー、以上にしたいと思いますチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いしますそれではバイバイ